中日、今日はねダイビング体験にやってきました。場所はですねココナッツ千葉南店です。さあ私泳げるかな、初めての体験なので楽しみです。それでは行ってまいります。最初足の立つ深さのところで最初道具使ってちょっと潜る練習をしてみます、はい、でその時ダイビングの間ほとんどのこと僕の方でお手伝いができちゃうので、はい、ここも問題はないんですけど、今回ね覚えておいてほしいのも2つです、はい、まずこれです。大丈夫ですそうです、そうです、うん、水の中で多分しつこいぐらい効いていくと思います OK ですか、じゃあ私大丈夫だったら大丈夫です。返してください。逆にじゃあなんかダメだよって言ってくださいおかしい、うん、で例えばなんか耳が抜けなくてちょっと痛いのを耳刺してもらっておかしい、うん、足がちょっと釣りそうって思ったら足刺しておかしい。だからさ戻るときは下に戻ります、ね、戻る時は最後浮上の時は上に遊び行くとき、こっちに行く。今、こういう時、デート行くときどうするの？いい感じです。親指向いてるところに、あ、そっちに行くんだな、みたいな。わかりやすいですね。いい感じですかね。ウミガメが、いるんですけど、最初は、こんぐらいの大きさだったんですけど、うん、今、このテーブルぐらいあります。おー、そんな大きくなったんですか？とてつもなく大きい感じで、触ったりとかもできるので、はい、触ったりとかできるんです。一個だけ注意があって、亀すっごい遊んでもらいたいのが激しいんですよ。ので、カプ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 すごいしてくるので、あんまり顔の近くにこう手出しちゃうと、手噛まれちゃうかもしれないので、はい、顔の近くに手出すのはちょっとやめてあげてください。こうなって、うん、こうやって横から触ってあげると、はい、大型のナポレオンフィッシュってよく水族館とかにもいるようなでっかいのがいる。あと観賞用なんですけど、サメが何匹か、このぐらいのでっかいのいますね、ただ観賞用なんで基本的に人を襲ったりとかそういうのは一切ないのでじっくり楽しんでいただければなと思います、はい、まあ以上の説明になります。ありがとうございます。今から体験してくるね、チューリー。チューリーはちょっと入れないので私が頑張っていきたいと思います。では行ってきます。
今からバーベキューの食べ放題をしたいと思います。楽しみです。でチュービー焼いてね。何これチュービーっていうの。チュービー楽しかったね。私が泳いでるの見えた？いや、まさかウミガメさんと一緒に泳げるとは思わなかったです。すっごい楽しいので皆さんぜひ体験してみてください。それじゃあね、バイバイ。